名古屋市農業センターは、愛知県名古屋市天白区天白町大技、平バリア座黒井にある施設。名古屋市が設置しており、農業に関する研究や指導、普及啓発を行う。愛称は、デラファーム。同施設に対して、民間活力の導入が検討されている。農業技術の研究及び指導を行うとともに、住民に公開して、 農業知識の向上に資することを目的として、1965年に開設された。当初は農業、畜産技術の研究指導のほか、家畜や肥料、飼料の改良などを手掛けてきたが、近年では農業公園としての側面が強くなっており、市民を対象とする講習会や体験教室などが多く催されている。敷地内には、 牛や羊などの放牧場や10種類以上の鶏を展示する傾斜などの畜産施設、ベゴニアなどを育てる複数の温室、有料で貸し出される市民菜園などがある一方で、花壇や散策路が整備されている。また、園内には12品種、700本に余りのしだれ梅が植えられた梅林があり、毎年2月から3月には特に多くの人が訪れる。同センターは、 名古屋高賃のヒナの最大の生産拠点でもあり、県内の飼育業者へ年間数万羽を出荷している。ありがとうございます。